皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はアイハーブの購入品の紹介をしたいと思います。実はこの企画ずっとやりたくって、結構たくさん頼んだので一気にご紹介できたらいいなと思ってやりました。で、今回はボディケアのものもあるし、食品系もあるし、あとまあ洗剤だったりとか、いいなと思った香りのものだったりとか、初めて買ってみるものが多いんですけど、これ良かったよって聞いたものだったり、あといろいろ調べて口コミを見たりとか、あとは自分でこう検索してチェックして買ったりとかしてみたんですけど、なんか届いた感じはすごく良さそうだった。なのでちょっと時間の方が長くなっちゃうかもしれないんですけど、一つ一つ全部ご紹介していきたいと思います。まあ、一個一個紹介しますね。まずお風呂上がりに髪の毛濡れてるじゃないですか、それをくるむタオルです。なんか見た目が可愛いっていうのもあったんですけど、アイハーブで見た時もすごく乾き早くて、髪の水分を吸収してくれるっていう風に書いてあったので、そう、こういう風になる感じ。可愛い。なんか濃いピンクのついてる、可愛い。これどういうこと？これは多分こういう風にかぶって髪の毛全部前にして、でここくるくるくるってねじって止める感じかな。なんかタオルの生地の感じもすごくいいです。なんかすっごい柔らかいし、吸収してくれそうな感はあります。こっちも形は一緒なんだ、こういう感じ。すごい。あ、でもいいねいいねいいね。次はランドリーソープです。なんか見た目もすっごくかわいい。お肌に優しい成分で作られているから、すごく安心だし、あとデリケートな衣装だったりにも使えるので、そこがすごくいいなと思って。ね、香りがねすごくいい。ね、今香りの説明が難しくて調べてみたんですけど、フランキンセンスやパチュリーの精油の香り、ちょっとオリエンタル系の香り、すごく大人っぽく程よく甘い感じで、すごくいいかも。これリピートしそうな感じの香りです。日本の洗剤ではなかなかない香りだなって私は思います。なんかすごくおしゃれ。嬉しい。ちょっとこれ今日から使ってみます。次もランドリースペースに置きたいなと思って、じゃーん、かわいい。これも洗剤なんだけど、ランドリーソーダ。とにかくね、この見た目がポンって置いてあったらすごくかわいいなと思って見てたんですけど、すごくアイハーブの中でも上位ですごく人気の高いものだったみたいで、これは重曹よりもパワフルと言われている炭酸ソーダ系の洗剤みたいです。中はこんな感じ。香りはね、全然しない。何もしない。香りは無ですね。何もしない、しない。香りしないけど、だけど柔軟剤私入れるし、洗剤はね香りなくても全然。ちなみにこれは100回分入ってるみたいなので、たくさん持ちそうです。で、アイハーブって本当にもう安いんですよ。本当にびっくりするぐらい安くって、だからもうあれもこれもあれもこれもってたくさん買って、日本に売ってるものもあれば売ってないものもたくさんあるので、英語が結構多いので、事前にいろいろ調べて探すと見つかりやすいかなって思います。で、次は食器用洗剤を買ってみました。これもね、見た目が可愛いと思ったところからいいなと思ったんですけど、香りはねゼラニウムの香りなんですけど、すっごくスッキリしててすごい好きな感じです。で、次はなんか野菜だったり果物だったり、あとまあお肉でも何でもいいんですけど、こう保存しとけるやつ、そのまま電子レンジとかもできるし、すっごいしっかりしてます。すごいしっかりしてるんだ。こんなしっかりしてるんだ。ここもすっごく密着してくれるから、いい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 。なんかスープとかも保存できるみたいです。これここのね立つのがいいですね。なんかこう横がこういう風になってるから、こういう風に立つのがいいなと思いました。
次に買ったのは、あ、これもしかしてこれと一緒だ知らなかった。あ、これと一緒だったんだ。同じブランドですね。これはマルチで使えるクリーナーなんですけど、拭き掃除するときとかもうシュシュシュってどこでももう拭いたりとか、私 IH なので IH の上とかもシュシュシュってお掃除したりとか、いろんなものに役立ってくれるかなっていうことで買ってみたんですけど、天然成分でできてるので安心だし、すごく汚れもしっかり落としてくれるみたいで、そういう風に書いてあったのでいいなと思って、あと見た目がおしゃれっていうのがね、置いといていいですよね。それにさっき の洗剤とたまたまお揃いだったので、こう並べておいたっても可愛いし、これもちょっと使ってみたいと思います。次がこれはねじゃーん、なんかナッツ入れたり、まあ、フルーツとかこうお菓子とかいろいろ入れるやつなんですけど、私ナッツ好きで、あとドライフルーツも好きなんですよ。でちょこちょこっと買ったりするので、そういうのまとめられたらいいなと思っていたので、ちょうどこれ見つけて買っちゃいました。こういった感じでーす。これ開けるだけなんだね、持ち運べるし、なんか撮影の時とかのちょっとしたお菓子とか自分でフルーツとか持ち運ぶのもいいかなと思いました。次はこちらの野菜ブイヨンを買ってみました。私よくスープ作ることが多くて、いろいろね作るのでも出汁は一から自分で取って作ることが多いんですけど、時間がない時だったりパパッともう作りたい夜っていうのもあるじゃないですか。そういう時に、あと野菜スープ好きなので、そういう時に使いたいなと思って買ってみたんですけど、ビーガンのブイヨンですごく優しい味にしてくれるみたいで、いいなと思ったのがキューブタイプじゃなくてこの粉末タイプ、それがもう使いやすいなと思って、ピラフだったりそういうのにも使いやすいなと思って、美味しそうな匂いはしてる。うーん、次がなんかすごい汚く届いちゃったんだけど、しょうがないんですよね、海外から届くので結構この中でねちょっと潰れちゃってたりとかたまにあるんですけど、けど中身は大丈夫。これはミントティー、もしかしたらミントがすごく強いみたいなのでってなっちゃうのもあるかもしれないんですけど、夏暑いじゃないですか、アイスミントティーとか飲んだらすごくさっぱりした気持ちになって美味しそうだなと思ってちょっと買ってみました。ちょっとチャレンジっていう感じです。次はちょっと食べ物なんですけど、じゃーん、オーガニックのキヌアスパゲッティを買ってみました。これもグルテンフリーのもの でこれは有機米、有機キヌア、有機アラマンスのみで作られている、すごくその作られているものにも惹かれたし、普通のスパゲッティと同じように美味しいっていう声とかすごく多かったので良さそうと思って買ってみました。もちろん普通のパスタも好きなので使うんですけど、グルテンフリーのものがいいなっていう時とか、そういう時にこれを使ってみたいなって思ってます。でお次はこちらもアイハーブですごく人気のものの、こちらのアルコールフリーの低刺激のオーラルリンスで、あのくちゃくちゃペースのやつです。お口の中をスッキリするやつ。こちらのいいなと思ったのがノンアルコールで、よくこういうのピリッとかするもの多いじゃないですか。でもそのピリッと感とかが少ないみたいで、すごく刺激が少ないのもいいなと思って買いました。で続いてはじゃん、これはボディウォッシュです。これはボディウォッシュとピーリング効果があるもので、ね難しかったので調べたんですけど、ミネラルが豊富な死海の塩と天然のホホバビーズが古くなった表面を磨き落とし、オーツ麦とアロエがお肌に潤いを与えてくれるっていうもの でこの高濃度の塩バターが保湿効果を最大限に引き出し、より健康な肌を実現します。でなんかすごく良さそうとか思って買ってみたんですけど、なんかお肌にも優しく天然成分でできたものなので、ちょっと使ってみたいなと思って買ってみました。で香りなんですけど、うん、あのね、濃
香料を使ってないので、天然のあのすごく程よい感じの香り、なんて言えばいいんだろう、なんかまろやかですごく優しくて、普段私が好きなフローラル系とは全然違うんですけど、なんかこの程よさがすごくリラックスできそうだなっていう感じの香りがします。使うの楽しみです。で次は歯磨き粉です。これは結構ホワイトニング効果というか、歯が白くなるっていう風な声とかが多くて、で友達が使っててすごくいいよって教えてくれたんですけど、それで私も使ってみたいなと思って買ってみました。けどなんかいろいろ調べてみると、毎日使うんじゃなくて週に、1回2回3回とか決めて使うのがいいよとか、コメントがいろいろあったので、ちょっと自分で使いながら使ってみようかなと思ってます。で続いてがこちらのオイルです。イランイナの香りで、私この香りがすごくリラックスというか癒されて大好きなので買いました。あー癒される。多分この香りはね、好き嫌いすごく分かれると思うんですけど、ボディオイル用に使うにはホーバーオイルと何滴か混ぜて使ったりとか、あとなんか霧吹きにお水入れて、これ何滴か入れてちょっとミスト髪のに使ったり、お部屋のパパッと癒しに使ったりとか、そういう風に使ってもいいし、あとちょっとお風呂に垂らしてみたりとか、いろいろ使ってみようかなと思います。他にもいろいろね香りあるので、これが良かったら他のものも買ってみようかなと思ってます。次が最後かな、最後なんですけど、これは韓国コスメかな、じゃーん、こちらのハニーマスクです。すごく人気みたい。知ってる方いますか？私も知らなかったんですけど、こちらのセットです。すごい、見えますか？すごいトロトロなの。あ、香りはあんまりしないタイプ。これは蜂蜜のマスクで、洗顔後にこれをお顔に塗って、でたっぷりとのせたら指で軽くマッサージをして、で10分から1時間ぐらい放置をして洗い流すマスクなんですけど、これは乾燥でカサカサしたお肌だったり、栄養が足りずにお疲れ気味のお肌、血色が悪くて顔色がちょっと悪く見られる方だったり、肌の弾力と柔らかさを取り戻したい方におすすめって書いてありました。いろいろ調べてみたんですけど、1時間塗りっぱなしでも全然乾かないみたいで、ずっとしっとりが続いてくれるみたいです。で洗い流した時にお肌がとってもなんか柔らかくなるみたい で、蜂蜜なので、蜂蜜による保湿効果の方もすごいみたいです。で私こういうマスク系のものはとっても好きなので、蜂蜜に惹かれて買ってみました。はい、こんな感じで今回はアイハーブでの購入品のご紹介をしたんですけど、皆さんいかがでしたか？いつも使ってるあのリピート品というか、知ってるものを買うっていうのもいいなと思ったんですけど、ちょっと今回は新しく使ってないものとかをいろいろ試したいなと思ったので、ちょっと私が使った感想だったりはお話できなかったんですけど、もし気になるものがあればちょっと調べてチェックぜひしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。あとインスタグラムの方とツイッターも毎日更新してるので、よかったらぜひ見てみてください。では西川瑞希でした。